こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では、今年買って良かったもの大賞ベスト7というテーマでお届けをしたいと思っています。もう残すところ数日となりましたね。まあ先日はですね、ユニクロで今年買って良かったものをご紹介しましたが、今回はそのユニクロという枠を取り払って、まあ僕が今年買った服の中で、これは良かったなというものをですね、7個に厳選してお届けをしてみたいなと思っています。まあ ま正直、ちょっとマニアックなものもあったりするんですが、個人的に1年間を通して使ってみて、今年買ってこれは良かったよねというものをですね、ぎゅっと集めてみましたので、ぜひ皆さんもですね、今後のお買い物の一つの参考にしていただきたいなというふうに思っています。まあ、今回はですね、結構量が多いので、前置きはこのあたりにしまして、早速ですね、おすすめのアイテムをご紹介してみたいなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けて、メンツファッションの今日ですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、 よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速、行ってみましょう はい。ということで、ここからですね、具体的に今年買って良かったアイテム皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、まず1点目はですね、僕が今着てるこちらのデニムのジャケットですね。はい。ちょっと立って全体像もお見せしたいなと思います。こちらはですね、トゥモローランド系列の、まあ、上位互換ブランドと言ってもいいでしょうかね。キャバンというブランドのですね、デニムジャケットになります。これは動画の中でですね、僕にとっては制服のような形でよく着てるので、まあ皆さんもですね、 ですね。見たことあるなという感じかなと思います。これなぜ買ったのかというとですね、今年はたまたまですねテレビに出演する機会が一度だけあったんですね。まあ、皆さんもご存知の昼なんですという番組に出演させていただいたんですが、まあ、そこで何着て行こうかなと思って撮影日の当日にですね、渋谷のトゥモローランドにさっと寄ってみたら、たまたまこのジャケットに巡り合いまして、これはなんかちょうど撮影にいいかなということでその場で購入。 そしてそのまま着てテレビ撮影に臨んだわけなんですねなので僕の中ではこちらはヒルナンデスジャケットと呼んでいるわけなんですがまあ買って非常に良かったアイテムの一つですねまあ実はもともと知っていたアイテムでだいたいですね1年半ぐらい前から何度か試着をして買いたいなとは思っていたんですねでもなかなか買えるタイミングがサイズがなかったりだとかそういったことで逃していたんですがたまたま撮影の当日にですね見つけて購入しましたでこちらは素材ですねデニムなんです シーアイランドコットンですね。こちらをインディゴ染めしたようなですね、デニム生地を使ってジャケットを作ってるんですね。もともと僕はデニム素材のジャケットとか、アウターとかが大好きなんですね。ボトムスとしてのデニムも好きなんですが、ちょっとひねったようなアイテムの方がすごく好きなんですが、まさにこのジャケットはダブルのジャケットになってるんですね。まあ、シングルのジャケットよりも僕はダブルのジャケットが好きで、まあ、これなぜかというと、どちらかというとですね、通常のビジジネスライクなジャケットに比べると と少しカカーディガン感覚でカジュアルにさらりと羽織れるのがこののようななダブルのジャケットなんですねこちらはシルエットはですね、細身の感じではなくて、割とですね、ボクシーな感じになってるんですね。こうちょっとゆとりがあって、でもそんなに太くなりすぎないような、ちょっと現代的なシルエットになっているので、個人的にはさらりとこれを着て動画を回すのが一番心地がいいので、よく着ているんですが、結構これ年間を通して着ることができるんですね。まあ、春夏シーズンでもいいし秋冬 ででててもも全く問題なななないいいいいいのでそういったシーズンレスとところも含めてかなり使い勝手がいいなと思います今の僕のようにですね、バンドからシャツ中に入れてあげてもいいし、薄手のニットとか、あとは春夏であれば T シャツですね、そういった形で合わせることが多いんですが、これは本当に名作だなと思っていて、買ってよかったアイテムの一つだと思います。まあ、キャバンって結構定番的なアイテムは、複数年にわたって同じものを展開するので、このデニムジャケットも、まこれからもトレンドに左右されずに、長く使えるようなアイテムかなと思います。 と思います。ま僕の中ではユニフォーム的な感覚で今年買って良かったアイテムの一つ、このキャバンのデニムジャケットですね。まあぜひ皆さんもチェックをしていただければなと思っています。はい、続いて2点目のですね、今年買って良かったアイテムなんですが、こちらですね。 まあ割と最近買ったものなんですが、メゾンマルジェラのレザーウォレットですね。これは本当に良かったですね。まず財布というのは正直ですね、見た目の良し悪しだけではなくて、まあ実際に使ってみて、それが自分の生活にフィットするかどうか、まあ違和感なく使えるかどうか、ここがすごく重要かなと思うんですが、まあこちら購入してから1ヶ月半ぐらい経ちまして、やはりですね、使い勝手の面でも非常に良くて、僕はこれ買って良かったものの中にですね、今年入ってくるかなということで、 持ってきてみました、まあ、形としては二つ折りのタイプで、今まで持っていた財布に比べると少しだけ大きくなったんですね。まあ、以前はもうこのようなちっちゃな丸いのコインケースを使っていたわけなんですが、まあ、ちょっとですね、さすがに小さすぎたなというですね、反省点もあって、少しだけボリュームをアップさせました。まあ、2二つ折りになっていまして、まあ、表面はですね、マルジェラらしいですね、こういった四点の糸止めがついているような形になってまして、まあ、ブランドアイコンも感じられるような形になっています。 まあ、素材はですね、片押しのレザーを使っているもので、僕はこの風合いがすごく好きなんですね。というのも僕はですね、そんなに丁寧な人間ではなくて、割とガサツに物を扱ってしまうところがあるんですが、結構こういった片押しのレザーって傷が目立ちにくいというのもあるので、まあ長く使いやすいかなというところもあります。それでいて結構上品な雰囲気も漂うので、この片押しの雰囲気もいいですね。まあ、サイズ感もちょうど良くて、えー、開いてみるとカードのフォルダーがですね、1、2、3、4、 5 6 6枚入るるようなな形になってるんですね。まあ、正直、これだけじゃ足りないという方は多いかなと思うんですが、僕自身も多いんですね、カード自体は。だけど、もう本当にこう制限を設けることで、まあ最低限のカードの数に絞られるというのは、まあ帰って良かったかなと思います。まあ正直、6枚だけじゃなくて、重ねて入れたりするので、8枚ぐらい入れていますが、まあ十分にこの中に収まるぐらいですし、あとはですね、お札入れもちゃんとありまして、このような形でですね、しっかりとお札も 収納することができるここもありがたいポイントですねあとはコインケースもこちらの部分ですね開けてみるとちゃんと入るようになっているのでまあ、機能的にはしっかりとこれ1個あれば一通りのですね必要なものが入るかなと思ってまして非常にバランスの良い,いお財布だなと思いましたちょっと値段は安くはないっていうのもあるんですけどお財布はやっぱり1回買えばしばらく使うものだしあとはまあ気分が上がるかどうかもすごく重要かなと思っているのでまあ、普段あまりこうブランド物みたいなものは買わないんですが 革小物に関ししてててはちょっっとと贅沢をしてみるののもいいいいんじゃないのかなか思っていますマルジェラのお財布自体はこれが二つ目になるんですね。前は本当にキャッシュレスにしようと思ってカードケースを買ったんですね。それだけで過ごそうかなと思ったんですが、さすがに難しくて手放してしまったんですね。まあ、今回は二つ目ということで、ちゃんとお財布という形にしましたが、コンパクトで持ち歩きもしやすいので、非常に買って満足しているアイテムなので、ぜひ皆さんもチェックをしていただければなと思っています。 はい、続いて3点目の僕にとってのベストバイなんですが、まあ、靴部門ではこれが一番気に入っていまして、最近もよく履いています。ニューバランスのですね、M2002RXA というモデルになります。まあ、2002自体は僕にとっては2足目になるんですが、これはですね、ちょっと通好みな一足に仕上がってるかなと思います。表面には上質なピックスキンのバッグですね、を使っていまして、素材の質感もすごくいいんですね。色味は ダークグレーなんですが、このヌバックのダークグレーの風合いが、個人的には秋風にめちゃくちゃハマりがいいかなと思っていまして、すごく満足度の高いですね、雰囲気になってますね。で、ライニングにはですね、ゴアテックスを使っているので、結構雨の日にも気にせず履けるという点は、すごく便利なんですね。ちょっと買った当初は雨の日に履くのはもったいないかなと思ったんですが、まあ、せっかくですね、ゴアテックス機能がついているので、まあ、そこは気にせずにガンガン履くようになりました。まあ昨日 構性も高いですし、見た目もヌバックを使っているという点と、あとはソール部分の雰囲気ですね。これ結構使い込んであるような雰囲気だと思うんですが、最初からこの風合いなんですね。少しこう、すれ感があるような、ヴィンテージっぽい仕上げになっていまして、最初から味わい深いような雰囲気が表現されてるんですね。その点も含めて結構男心をくすぐるような、かなり個人的には気に入ってるスニーカーなんですね。ちょっと春夏には重たい感じがするので、 もう少し明るめのミディアムグレーぐらいのですね、ニューバランスがいいかなと思うんですが、秋冬に関してはこれぐらいですね、ちょっと重たいトーンのニューバランスも一足あると便利かなと思っています。まあなかなかですね、これレアなスニーカーで、僕ももうスニーカーダンクでですね、 ちょいプレネになっていたんですが、これはきっと使うだろうなということで、思い切って購入をしました。本当に買ってよかったスニーカーの一つだなと思ってまして、まあこういったものって履き込んでも味わいが出てくるので、まあこの1、2年ぐらいで消費してしまうようなものではなくて、複数年ですね、活躍してくれるような一足かなと思います。今年の秋冬ガンガン履いて、またですね、春夏は少しお休みをして、来年の冬もですね、使えるかなと思うので、まあ非常に買ってよかったニューバランス、 の一足かなと思います今年は結構ニューバランス様々なモデルが出てきてましてまあ本当に豊作だったなと思います来年以降もこの流れは続いてくるかなと思いますしまた気に入ったものがあったら皆さんにもぜひですねご紹介をしていきたいなというふうに思っていますはい続いて4点目のアイテムなんですがこちらですねブラックのイージーパンツなんですが こちらはですね、セラードアというですね、イタリアのブランドのですね、ボトムスになってるんですが、まあ、このですね、ブランド自体はそんなに古いブランドではなくて、2014年に誕生したブランドなんですね。ただ、こちらのブランド自体が、もともとですね、長くイタリアで工場をですね、営んでいる方々が、自社ブランドの一つとして立ち上げた形になるんですね。現在でもエルメスですとか、トムフォードですとか、あらゆるですね、有名ブランドのですね、ボトム の製作を手掛けている工場なのでやはりですねクオリティがものすごく高いんですね職人の技術力の高さそしてそこに現代的なボトムス作りの要素をミックスしながらですね仕立てているこのセラードアというブランド僕自身が初めて知ったのは今から5、6年ぐらい前だったと思うんですねセレクトショップの売り場で初めてセラードアを見かけた時には割とですねイタリアブランドの中ではシルエットが細めではなくて少し緩めのものが多かったんです まあ、当時は、割と細身のですね、PT ですとか、インコテックスだとか、まあ、そういったところが前世だったので、ちょっと僕の中では意外性があるというか、新鮮に感じたのですが、これは実際に履いてみると、シルエットは綺麗ですし、なおかつ、イージー仕様になってるんですね。360度このようにゴムが入っていて、まあ、とにかく楽なんですね。まあ、シルエットは太すぎず細すぎずというところで、もも周りにはゆとりがありますが、まあ、適度にテーパードぐらいですかね、まあ、ちょっとストレートに近いような落ち方、 をしてていいいるのでで極端ななテーパーパドではないというとうころも含めて僕はなんかすごく好きなんですね。太すぎず細すぎずの大人っぽい雰囲気も漂いつつ、素材の質感もいいですし、仕立てもめちゃくちゃ綺麗なので、これはですね、僕にとっては 究極の黒パンなのかなというふうに思っています。まあ、現行では同じものはちょっと見当たらなかったんですが、まあ、今後もですね。こういったセラードアのボトムスは買い足していきたいなというふうに思っています。まあ、最近はですね。僕自身はあまりイタリア系のブランドは着ないんですが、まあ、ボトムスにおいてはセラードアだとか、ジャブスアルキビオだとかそのあたりはですね。非常にシルエットも綺麗ですし。なおかつ現代的な少し緩めのシルエットもしっかりとリリースしているので、まあ、結構大人世代には使いやすいかなと。 思いますので、ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています。 はい、続いて5点目はですね、今僕が着ている今シーズンのですね、H Beauty and u のウールカシミアメルトンカバーオールのベージュですね。これは本当にですね、今年買ったものの中では結構ベストバイン近いかなと思っている商品で、まあ、僕自身今ちょっとずつ着始めて、これからですね、冬本番になったらかなりですね、出番が多くなってくるのかなと思います。ちょっと立ってお見せしたいなと思うんですが、まあカバーオール型のですね、アウターになってまして、 丈はそんんんななにに長長くないいいいでででですすすすねねねお尻がすっぽり隠れるるるぐらいののさで、まあ、いわゆるです、ね、ロング丈のコートに比べとと割と短いんです、ね、ただ、個人的には、これぐらいの着丈の長さがすごく好きで、歩きやすいのと、割と邪魔にならないので、真、まあ、冬でもですね、このようなアウターで僕は過ごしてしまうんですね。まあ、仕事柄スタイリストとして普段ですね、活動する中で、着丈の長いコートだと、室内で脱ぐ必要があるんですが、まあ、これぐらいだったら、着たままで も過ごせますし邪魔にもならないのですごく1枚あると便利なんですよねですので主に仕事で着ることが多いんですが本来ですねカジュアルなカバーオールをちょっと上質なウールカシミヤで仕立てることでグッと大人っぽく見せているんですが、まあ、サイズ感としてはこれで XS なんですけどもかなりゆとりがありますよね 見幅も大きいですし、肩も落ちているのがわかるかなと思います。まあ現代的なゆったりめのシルエットで、ちょいゆるというよりは結構ですね、大胆に大きさがあるのも気に入ってますし、あとはボタンですね。メタルボタンが一つこう着こなしのアクセントになっていて、エッジが効いてる点もすごく気に入っています。あとは色合いですね。ベージュという表記ではあるんですが、ちょっとグレイッシュな雰囲気で、なかなかですね、曖昧なカラーに仕上がってまして、この雰囲気もまた、 かなりいいんじゃないのかなと思います。ちょっとデザイン的にはエッジの効いた1枚ではあるんですが、これは買ってですね、着るたびにワクワクするような1着に仕上がってるかなと思います。まあ、もうちょっと寒くなってきたらですね、襟を立てて、こうボタンを閉めるとですね、 食い回りをですね、暖かくすることができるので、こういった着方ができるのもちょっと今っぽくていいなと思ってる点ですね。実は去年から欲しかったんですが、昨年のものは僕は買う前に完売してしまったんですけども、これはなんとか今年買うことができて非常に気に入ってる一枚です。まだですね、店頭でこちらは売ってるアイテムなので、ぜ、ま、ひ、あ、気になる方はチェックをしていただきたいなと思っています。 はい、続いて6点目は僕が今着ているですね、こちら、アンドワンダーとバブアーのですね、コラボレーションのコーディラシャツというアイテムになりますね。 これはですね、今年の初めに結構ラッキーだったんですが、セール価格でゲットすることができたんですね。たまたま僕のサイズだけがですね、セールで売っていたので、思わず購入してしまったんですが、まあ真冬にはちょっと着ることができなかったんですけども、春だとか秋にはめちゃくちゃ重宝して着倒したアイテムになります。ちょっと立ってみたいと思うんですが、これはですね、まあアンドワンダというブランド自体僕自身大好きで、まあいろんなアイテムを買っているんです。 ですね今年だけでもサンダル買ったりだとか帽子を買ったりだとかこのようなアウターを買ったりだとかあとはリュックも買いましたねいろんなものを購入しましたまあ、アウトドアのブランドなんですが非常にデザイン性が高くてどこかモードっぽい雰囲気も漂うような他にはないようなブランドだと思っていまして僕はその雰囲気が大好きなんですねそのアンドアンダーがバブアーとコラボレーションした一着ということで、まあ、デザイン的にはこうバブアーをですね彷彿とさせるようなワークテー レの雰囲気は漂いつつも素材使いはコーディアのリップストップ素材を使っているというところで、まあ、非常に機能的なんですね、まあ、商品名はシャツという形になっていますが、まあ、アウターですね、まあ、シャツアウター的な感じに近いのかなと思います見た目はアウターなんだけども素材はちょっと厚手のシャツというところで結構ハードに使っても全然なんか気にならないような質感で個人的にはですね1枚あってめちゃくちゃ重宝したアイテムかなというふうに思っています 結構バブアとアンドアンダーのコラボレーションでて人気が高くて先日もですね新たなですねコレクションが発表になったんですが同じようなこういったアウターもブラックで発売されたんですけど 多分予約の段階でもう在庫なくなっていると思うんですね。僕もオンラインサロンだとかメンバーシップの方でそちらのアイテムをご紹介したかったんですがもうすぐに欠品してしまったので非常に人気の高いアイテムかなと思います。おそらく公式のオンラインではなかなか在庫を見つけるのが難しいかなと思うんですが、まあ、その他の楽天だとか、まあ、様々なウェブショップの中でひょっとしたら在庫がこれから見つかるかもしれないのでぜひ皆さんにもチェックしていただきたいんですがバブーの男臭さとというところはある だけども、そこにアンドワンダーの素材使いが入ることで、なんかこうアーバンな野暮ったさがそぎ落とされたような雰囲気が出るので、そのバランスが個人的にはすごく好きなんですね。まあバブア自体は僕大好きで、かつてはビデールみたいなど真ん中のものも所有していましたが、まあ、そういったものと比べるとちょっと都会的な雰囲気も漂うような仕上がりになっているので、僕自身はこのコラボレーションがすごく好きなんですね。なかなか手に入りにくいようなアイテムではあるかなと思うんですが、まあいろんなブランドとバブアがコラボレーション。 する中でアンドワンダーとのタッグの組み方はすごくおすすめなので、ぜ、ま、ひ、あ、皆さんもですね、チェックをしていただきたいなというふうに思っています。 はい、続いてラスト7点目はこちらですね。N ハリウッドのトートバッグになります。これはですね、買ってよかったと同時に2個ぐらい買っときゃよかったなという後悔もあったりするアイテムなんですが、僕は結構収集壁というものはあんまりないんですよ。集めたりすることはないんだけども、その中であるとついつい買ってしまうのが白ベースのプリント T シャツと、あとはトートバッグなんですね。 まあ、トートバッグが大好きで、なんか良いものがあったらつい買ってしまうんですね。というのも、トートバッグってすごく便利で気軽に使いやすいんですが、なかなかですね、しっくりくるものが見つかりづらいので、良いものがあったらもうストックしておきたいと思うぐらい、すごく好きなアイテムなんですね。まあ、トートバッグというと、キャンパス地の白だとか、オフホワイト系のカジュアルなものが結構印象が強いかなと思うんですが、僕はですね、そういったものよりも、ブラック系のシャープなですね、トートバッグが大好きなんですね。 そういったものがあったらもう大好きで買ってしまうんですが、まぁ、あ、N ハリウッドのこちらは、まあ、デザイン的にはですね、結構シンプルで、ブラックベースにしながらも、こうブランドのロゴがちょっとこうプリントされていまして、まあ、これ何でしょうかね 商品タグみたいなものが、まあ、ちょっとこうモチーフとしてプリントされているんですね。まあ、このデザイン自体は、このトートバッグだけではなくて、T シャツのデザインのモチーフになってたりだとか、まあ、いろんなアイテムに使われているんですね。で、僕自身はこのデザインがすごく好きで、実は今年これ買ったんですけども、数年前にもうほぼ同じデザインのトートバッグ、N ハイで買ったんですね。それはですね、結構気に入って、もうくたくたになるまで使って、 的には穴が開いて使えなくなったんですね。それも今年のことだったんですが、あ残念だな、直して使いたいなと思ったんですが、 たまたまですね、N ハリの店舗に訪れたら、今年バージョンということで、こちらがあったので、僕は購入をすることにしました。前回のバージョンに比べると、生地がしっかりと厚手になって、これだったら穴開かないと思うんですね。まあ、前回のものは結構薄手で、シワ感が目立ったりしたんですけども、今回は生地が厚手になりまして、シワも目立たないし、ガンガン使っても、そんなにくたった感じはしないので、これは本当に買ってよかったですね。あまり 気に入ってててででですねオンンンンラインサロンだとか youtube ののメンバーシップの方でもおすすめししししたら結構早いい段階で完売してしまいましてちょっとですね、僕自身の中では秘密にしておけばよかったかなというところもあったんですが、また今後ですね、こういったものが NI で発売されたら、僕は2個買いたいなと思っています。それぐらい気に入ってるアイテムで、ないんですよね。サイズ感もちょうどコンパクトで使いやすくて、なおかつ、ちょっとこう無地だと、ややつまんない感じがするんですよね。 僕もオリジナルでトートバッグ作っていますが、僕のブランドのものはですね、素材がスウェード調になっていて、なおかつメタルボタンがついているので退屈な感じがしないんですが、キャンパスのブラック無地だとさすがにつまんないんですが、こういった N ハリらしいプリントが入ることで、一気にですね、デザイン的な小物の一つになるので、主に休日ですね、ちょっとお出かけするときにはこのバッグが大いに活躍してくれています、まあ。ぜひ皆さんもね、N ハリというブランド自体、僕ら世代には結構胸厚なところ もあると思いますしオンラインのサイトは1日1回必ず僕はチェックしていますのでぜひ皆さんもですね似たようなアイテムが並ぶことがあったら検討してみていただければなと思っています はい、ということでいかがでしたでしょうか今回の動画では2022年買ってよかったもの対象ということでベスト7皆さんにご紹介させていただきました。まあ、どのアイテムに関しても今年だけではなくてこれから複数年にかけて長く愛用できるようなそんなアイテムが多かったかなと思います。ぜ、ま、ひ、あ、皆さんも1年の終わりなので、まあ、今年どんなものを買ってどれが気に入ったのかこれをですねランキング形式にするだけでも結構楽しいかなと思います。そしてそういったまとめをすることで来年の買い物にも 生きる点もあるかなと思うのでぜひ皆さんのですね今年良かったものまあ、1個でも2個でもいいのでコメント欄までですね書き込んでいただければなというふうに思っていますまあ、来年もですね僕自身ユニクロでも買い物をしますしちょっとですね背伸びをした買い物もしたいと思いますセレクトショップのオリジナルなんかもいいものがありますしリアルなものも多いのでそこら辺も買いたいと思っています、まあ、本当にいろんなものを買いながらまあ、どのあたりが皆さんにおすすめなのかも含めて、まあ、しっかりとお届けをしていきたいなと思ってますのでぜひこれ れの動画もお楽しみいいただければなと思っています、まあ、今回お伝えしたようなちょっとツーなアイテムというのはですね、僕がもう一つ運営してます、YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。まあ、そちらの方ではですね、だいたい週1ぐらいのペースで、ライブ配信なんかもやっています。皆さんのご質問にその場でお答えするような形で、キャッチボールのようにお届けしていますので、気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。また、なかなかですね、動画を普段見る時間がない方のために、オンラインサロン も開催をしていますそちらの方ではですね文章と写真ベースでおすすめのアイテムをだいたい1日ですね僕の方で2記事くらいアップしていまして僕以外のスタイリストの方も何人か在籍しているのでまあ、そういった方々の記事も読むことができますまた会員の方々も自由にですね発信することができるので本当に様々な記事が見ることもできますしおしゃれが好きな大人の男性が集まってワイワイと楽しくやっていますので気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています以上スタイリストの 小山春でした。また次回の動画もお楽しみに。